やばい。黒は女の子だったらチューできるタイプ。うん、強い。風間は女の子は照れちゃうでござる。女の子は女の子でも、え、チューは照れるでござるよ普通に。なんじゃ、ほっぺチューとか。え、絶対照れる、絶対照れる、絶対照れるんだけど。すごいでござるな。屈強な。お金の持ち主。うん、女子校育ちでさ。あー、そうそうそう。同じ子しか初めて言うんだけど、そうなんだよ。からね、うんうん、なんか中学校の時とかに、うん、あの、なんか思わせるじゃん。あー、思わせる時期な。そう、思わせる時期に、うんうん、あの、修学旅行で、うんうんうん、中2の時かな、に、友達と、うん、あの、押し入れの中でチューした。何その、ちょっと甘酸っぱい思い出。え今、子供は何を聞かされてるんだろう。うん、わかんない。ちょっと、なんか、ちょっと、いろちゃん可愛くて喋っちゃった。え、ちょっと恥ずかしい。どうしよう、どうしよう。これ、どうしよう。これ、精神攻撃はさ、多分さ、二人で行くと重さがあれだからさ。待って、ちょっとやばい。なんか仲間なのに精神攻撃してしまった気持ちになってる。あ、じゃあ持ってこようかな。もしかして子供今精神攻撃受けてる？あ、オッケー。じゃあ声ちゃんに。あ、違うの。床持ってる。床持ってる。せーの。いや、精神攻撃をする気はないんだよ。そんな、風間のことを恥ずかしい思いにさせるの？違う。ちょっと、思わずね、そう。いのはちゃんの唇は狙っていいのかどうかの確認をしてしまった。え、ちょっとダメだよ。リスナー殿たちがいるとこではダメだよ。恥ずかしいから。内緒。ホロックストップシークレットにしとこう。ここでオッケーオッケーオッケー。照れちゃうから。え、じゃあ皆殿には内緒だよ。内緒、内緒だね。誰も聞いてない、誰も聞いてない。みんな今ウサギの動きに夢中だから。確かに大丈夫。なんか土下座してるみたいな。